はい、こんにちは、リジェクター DQ10 です。今日はですね、ハルベリさんの黄昏の総選挙、シアトリカルなんでしたクロニカルでしたね、これなんですけども、ご覧のように第3幕の達人の玉手箱ですね、これがちょっと欲しくてですね来てるんですけども、これ自体はですね、このコンテンツ自体はほぼ1年前ですかね、実装されたのが。で、まあ最初の頃はやってたんですけど、まあ久しぶりに来たんですが、まあこの達人の玉手箱をですね、ちょっと欲しくてですね、これはゴアナ確定ということで石板がね、ちょっとまだハルベリさんも全部石板ができてないので石板ポイントが欲しかったということで、来てるんですけども、あっとこれは魔物使いできちゃいましたですね、戦士の方が良かったんですけどね、うっかりしてました。どうなんでしょう、まあ3幕まで行けばまあいいかなって感じなんであれなんですが、まあそのまま行ってみましょう。で、この達人じゃなくて、黄昏の総選挙なんですけど、これはですね、村人に化けてですね、5人の村人が出てくるんですが、あれですね、凶ボスが化けているということで、いろんな凶ボスがですねランダムで出てくるんですが、これはおそらくですね、おそらく地獄のヌエだと思います。流星やってましたからね、このジョルジュさんは地獄のヌエだと思いますんで、そんなに大したことは、はい、倒しました。で、2番目、これは、町娘エマ、これなんですけども、これは何でしょうね、ちょっとまだ特技が出てこないんでわからないんですが、で、達人の玉手箱なんですけど、まあ気に入らなくてもですね、石板ポイントが5つ手に入るということで、まあここに来てるわけなんですが、パーティー爆弾、これはあれですね、これはあれですね、ジャーミーかバーディーだと思いますね、ウサギの、ああそうですね、ということであれば、まあ、大丈夫でしょう。失敗しましたね、戦士で来た方が良かったですね。まあ、タニアさんがいるんで、まあ、なんとか新刃とかは入れてくれると思うんですが、今日はとっておきのですね、フレンドさん、僧侶さん、連れてきましたんで、まあ後ろは大丈夫でしょう、後ろは俺に任せてくれよっていう感じの顔してますね。キッドです、キッド、これはどうでしょうね、ちょっとわからないですね、まだ、海賊キッドは誰が化けてるんでしょうか、何でしょう、ちょっとわからないんですけどね、まだね、まだ仲間呼びですね、仲間呼びしたけど、バギムーチョということは、グレイブディガーあたりですかね、おそらくそうだと思います。他にちょっと特技が出てこないんで何とも言えませんが、おそらくそうだと思います。まあ、そんなに脅威ではないと思うんですが、バギムーチョですね、おそらくそうですね、はい、ということで4番目が魔女オリビア、ということで、これは何でしょうね、まだ特技が出てきませんが、仲間呼び、これはもうグラゴスですね、グラゴス間違いないですね、そのうちあれをやってきますね、なんとかの怒りやってきたらもう確定ですね、グラゴスでしょう、これは、これですね、カイマシンの怒り、
グラゴス確定ですね、これ。まあ、なんとかなると思うんですけどね、グラゴス。うん、いや、ちょっと失敗しましたね。魔物使いできちゃいましたね。バギムーチョもしますし、まあ、なんとか、この、僧侶、戦士、旅芸、魔物でなんとか、まあ、タイムアタックしてるわけじゃないんでね。一応まあ、3つ倒したんで、もう目的は達してるんですが、そのまま行きたいと思います。うん。これ、ああ、もう間違いないですね。これ、グラゴスですね、これ。うん。うん、まあ、逃げても当たるという感じで。ちょっと私、風邪ひいてまして、もう、もともと、ダミ声なんですけど、さらにダミ声で喋ってますけど、まあ、お聞き苦しいところは、ご勘弁いただければと思いますが、うん、なかなか勝負つかないですね。時間も、まあ、どうでしょう。5分経ったぐらいですかね。まあ、ヘアデード数。うん。まあ、とにかく、基本的には渾身切りになっちゃいますね。魔物使いですからね。はいはい、倒しまして。で、最後のベイオウルフでございますが、これはちょっとわからないですね。運が絡みますしね。うん。まあ、まだ10分近くありますから、なんとか耐えてですね。行っていただ、行ければ、行っていけばと思うんですけども、うん。まあ、基本的には渾身切りしかないですね。あとは、またタニアさんの、まあ、新刃とか、チャージタックを、まあ、期待してですね。うん、どうでしょう、ジバルンバ。うん。まあ、強烈な僧侶さん、フレンドさん、戦国さんいますから、まあ、後ろは大丈夫だと思うんですが、あっと、これは失敗したかな。うん、あとは、まあ、陽子さんがフォローしつつ、タニアとハルベリで攻撃ということですね。やはりベイオウルフもですね、名前の字が、こう黄色になりましたけども、赤くなってからがやっぱり、きついわけですから、うん、あと8分、8分ですね、あとちょうどね、はい、8分です、なんとか、あっとハルベリーが死んでしまいまして、MP が半分過ぎてしまったということですね。まあ、なんとかですね、なんとか耐えて、どうせなら、お宝全部欲しいんですが、本当に久しぶり、1年ぶりぐらいにここに来まして、日曜日はね、この間のピラミッドの動画でも言いましたけども、いろいろやるんですが、まあ、なぜ、やっぱ日曜日に、全部やらなくてもいいんですけど、どうしてもウィークデーはですね、ウィークデーはその、まあ、仕事で疲れてですね、ログインすらしない、日もありますんで、まあ、休みで時間があれば、まあ、できるところまではいつもやってるんですけどね、用事がない場合は、用事がない時はですね、うん、うん、字が赤くなってますね、ベイオウルフ。どうでしょう、もうちょっとだと思います。終わりましたあ、終わりましたですね、なんとか、6分台かな、6分8分ぐらいかかったかな、8分5秒ですね、うん、いうことでありまして、5つ宝箱、うん、身代わりのコインってことですね、はい、ありがとう、うん、続いて、ウェルナールシェル、はい、どういたしまして、これが欲しかったんです、これが欲しくてやっただけなんですけどね、はいはい、ありがとうということで、オリビアは錬金石10ですね、黄色ですね、はいはい、お疲れ様でした、はい、ジェネラルコイン、はい、ありがとうということでございました、今日はこういうことでございまして、また面白い
動画が撮れればと思います。おっと、春部さん寝てます。これはあったあった、これは鼻血物ですね、ありがとうございます。はい、あっと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 、ということで、バカなことはやめておいてですね、ということでございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。はいはい、さよなら、ブチューって感じですね。はい、どうも。はい、どうも。